こんにちは、毛利です。今日はですね、太陽光パネルの中古って買って大丈夫なの、ありなの、なしなのっていう話を皆さんにお伝えできたらなと思います。で、先日ソーラーパネルを激安で購入する方法ということで、動画を配信したところ、なんと結構反響があって、2日で2万再生ぐらいいただくことができました。ありがとうございます。まあ、先日の動画の中ではこの3つの方法をお伝えしました。で、このうちの2つが中古を取り扱うところです。で、中古って大丈夫なのって思った方もいたかなと思うんですけれども、ソーラーパネルの寿命、大体ね、何年と思っていらっしゃいますかね。皆さん結構多くの方が20年前後って思われてるかもしれないです。この20年っていうのは実は勘違いであって、実際は30年以上と言われています。では、なんでこの20年って言われているかって言いますと、法定耐用年数が17年と、行政で定められているから、だから20年前後で、寿命が来ると、認識されている方も結構多いかなと思います。なので、この20年前後っていうのは行政の定義であって実際の寿命ではありません。じゃあ実際、ソーラーパネルはどのぐらい使えるのかと言いますとですね、メーカーとしては20年から30年持ちますよっていうふうに言っているそうです。で、10年保証をつけているっていうのが一般的なんですけれども、実はですね、ソーラーパネルってまだまだそんなに古い技術ではなくて、割と最近の技術なので、一番古くてもですね、40年前ぐらいのものが一番、古いっていうような形なので、実はね、まだそんなに寿命に関するデータって取れてないっぽいんですよね。で、日本で最も古い太陽光パネルの一つである京セラさくらソーラーセンターっていうのがあります。で、こちらが1984年から稼働していて、今36、7年目ぐらいなんですけれども、こちらはね、まだ現役で動いているそうです。まだまだ寿命をお迎えしておらず、で、しかもですね、この劣化率をご覧いただくとですね、1984年から2015年のグラフなんですけれども、実はね、この30年間で 13% の劣化率でしたというようなデータが出ております。で、30年前に 1000W 発電していたパネルが、30年経って 870W になったっていうような計算なんですけれども、これって全然まだまだ使えそうだなって感じしませんか？30年で 13%、 たった 13% の出力低下なので、30年どころでは全然まだまだ寿命ではないっていう感じはしますよね。しかもね、これ36年前に製造したパネルでこの劣化率なので、最新の技術ではね、まだまだこれ以上に劣化率低いんじゃないかっていうことが予想できますよね。ただし、これは京セラだったからこの優秀な劣化率なのかもしれないっていうのがですね、僕も以前太陽光パネルを購入したことがあります。このね、画像のこの古民家の屋根につけて、で、3年間使用したんですけれども、3年目にですね、この、四角い方の青い方の5枚のうち2枚がダメになったんですよ。で、これはどこで買ったかというと、ヤフオクです。ヤフオクで、中国産の訳ありパネルで5枚で 1kW、 5枚で 1kW でかなり激安で仕入れたんですよね。なので、ちょっと高くつくんですけれども、可能であれば信頼できるメーカーのものがベストかなと僕は思います。やっぱりメーカー品って高いんだろうって思うかもしれないんですけれども、このね、ソーラーオフさんのサイトを見たらちょっとね、僕興奮しました。っていうのがですね、このアウトレットの、コーナーなんですけれども、なんと京セラとか東芝とかの商品があるんですよ。で、これがですね、京セラの、商品の、詳細なんですけれども、260W のパネルが1万5000円ということで安いんですよ。で、しかも1年保証がついている。しかも、全品送料無料ということで、かなりね、お得な感じしますよね。メーカー品がこの価格で買えて、しかも送料無料で、で、保証までついているっていうことで、いや、ソーラーオフさんはね、本当にすごいなって思います。で、ソーラーオフさんとは別で、オフグリッドソーラーさんっていうのも先日紹介したんですけれども、こちらはね、新品ではなくて中古の、パネルを扱っているところなんですけれども、こちらはね、自社で検品、A ランク、B ランク、C ランクとかランク分けして、で、中古パネルを販売しているんですけれども、なんとここはですね、3年保証がついています。今までね、4万枚ぐらいソーラーパネルを検品してきたデータが蓄積されているので、
まあ、かなりね品質には自信があるということで、中古パネルだけど3年間出力保証をつけているそうです。で、まあもちろんなんですけれども、ジモティヤフオクっていうのは業者っていうよりももう個人で出品しているっていう形なので、保証はねほとんどないです。やっぱり東芝京セラとか、まあ、そういうねメーカーものがね、こういうジモティヤフオクの中で選ぶのならば、まあ、そういうものが安心かなと思います。まあ、そういうねメーカーとかあと保証とかいろんな観点があるんですけれども、あとねソーラーパネルの種類による劣化率っていうのもあります。まあ、ソーラーパネル単結晶とか多結晶とか、まあいろいろね種類があって、ヘテロ接合型とか CIS とか、まあいろいろね種類があるんですけれども、それぞれの劣化率はこの表のような感じです。まあ入手しやすいのはこの単結晶と多結晶、これがね結構売られていて、しかも安価で売られているんですけれども、まあ、どっちかというとねこの多結晶の方が安価なんですね。安価でありかつ、劣化率を見ると単結晶よりも多結晶の方が劣化率は優秀です。まあ、安くてね、まあ劣化率も低いっていうことで、まあ、多結晶、まあ、かなりいいんじゃないかなと思います。まあ、一番劣化率が低いのはこの CIS ってやつですね。20年で 6% ぐらいしか劣化しないっていうことで、まあ、ただし CIS っていうのは販売価格は結構高くて、まあ、入手するときに結構コストがかかるっていうデメリットはあります。なのでね、まあ一番いいのはまあ、この多結晶、これがいいのかなと思います。あ、ところで2009年から始まった固定価格買取制度っていうのがあります。まあ、通称フィット制度ですね。でそれはまあ家庭 の, まあソーラーパネル、ヤニーのステルソーラーパネルとか、まあ、メガソーラーとかから発電されたものを電力会社が買い取るよっていうような仕組みなんですけれども、2009年から始まって9年間の間に322万件まで増えたそうです。これってね全国の世帯数からすると約 6% の普及率だそうです。まあ、この制度買取保証期間っていうのがあって10年と定められています。まあ、2009年から始まったのでもうすでにね10年経って、もう売電契約が終わって、購入価格、売電価格がぐっと下がった世帯っていうのがちらほら出始めた時期であります。まあ、2019年からねそういう契約終了の人たちが結構出てきたみたいで、そこからねやっぱり中古パネルの廃棄っていうのが結構出てきているっていうような、まあ社会問題にもなりつつあるということです。大量の廃棄が出ているんですけれども、まあもちろんそれ中古市場に回ってくるものも一部ありまして、でそれがやっぱり 10年落ちのパネルっていうことで結構ヤフオクとかジモティとかで結構見られるようになってきましたので、これからパネルを買いたいっていう人はそういう10年落ちのもの狙い目かなと思います。まあ先ほどね、30年ぐらいで劣化率 13% っていうことだったんで、まあ、20年ぐらいはまだまだ全然使えるはずっていうことで、ぜひね中古パネル探してみてください。322万件のうちの30万から50万世帯っていうのがもう発電、売電契約がもう終了しているみたいなので、これからねどんどんそういうね中古パネルっていうのが増えてくると思います。まあ、なので、これからね太陽光発電を導入したいなっていう人はぜひ中古パネル狙ってみてください。安いしまだまだ全然使えるし、でしかも環境負荷が、ないですよね。新しい新品のパネルを購入するよりも中古のパネルを買う方が、まあ、地球にも優しいということで、ぜひぜひ、中古パネル狙ってみてはいかがでしょうかということで、で、まあ、結論としては、まあ、中古パネルありなのではないかと僕は思っております。まあ、僕もね、これからパネルをね購入して、自宅をオフグリッドにしたいなと思っているんですけれども、まあ、10年落ちの安いものがあったらいいなと思って、今探しているところです。まあ、太陽光パネルの寿命はね思ってるより長いっていうことはぜひね皆さん知っておいてほしいなと思って、はい、本日の、お話はこの辺でおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。